んかついこの間さ、テレビ東京さんでなんか昔私が卒業ライブをした時の映像がちょっと流れてたんだよね。あの最後までコメントが放送されてないやつ、途中でプツってもう CM になっちゃってるやつなんだけど、あのもともとねテレビの尺とかあまり気にしたことがないわけよ。だから一人で自由気ままに自分のペースで喋ってたんですよね。そしたらテレビ東京さんなんか大クレームだったんでしょ今はちゃんとテレビの構成とかそういうのを理解した上でもちろん出るようにはしてますけど、テレビ東京さんすみませんっていう話です。なんかよくわかんない。え、ちょっと待ってやばいやばいやばい、ちょっと待って気づいたら、あーダメ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 、おいはめられてるそこもかー、ごまきのギルド、はい今回もモンスターハンターワールドアイスボーンか始めていきます。前回はあれだ、お尻じゃないや、尻尾からいっぱいなんかボトボト落とすバゼルギウスやったんだけど、今回はフリーじゃないか、任務クエストか、これっすね、死をまとうバルハザクで古代樹の森なんだ。へー、どんなもんか。バルハザクを例えば10回続けて狩るとかさ、そういうのはやってないわけよ。だからなんつうかこう毎回がすごい新鮮な感じなわけ。すごい慣れてやり込んでる人からしたらモヤモヤするあの狩り方なのかもしれないけど、そこはちょっと多めに。あ、画面に入った。いやー、すげえふさふさ。いや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 、緑竜みたいな、緑竜あ、吸われちゃうの。あらららら、あららら、ペタ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 倒れる。これはやばい。そしてほほほ、吹っ飛ばされる。ああ、なんかすごい、なんだこれ、なんか調子いいぞ。なんか死んないけちょっと待って、気づいたら体力が、いやその前に、あーびっくりした、なんか知んないけども、あ、危ない、ペンチ、あ、キングシマと思ったけどなんとかミツムシが助けてくれた。私はあんまりソロは行かないの、普段。この普段のやつのクエスト的なやつ。EA とか、そういうので楽しみたいときは、ソロでもありなんだけど。
ってたむしろそうなんだけど。私自分の中でおお調子いいじゃんみたいな順調順調って思ってたのねアイテム補充すか。いやびっくりした。せっかくなんか今バシバシやってたのにひどい。めっちゃ緊急回避2回連発もらえもうやめてその煙みたいなやつ攻撃できないから。やばいからマジで。難しい、あ、危ない。てか気づいたらまた打ち消しのみ必要な状態になってる。また食らったし、そこもか。もうちょっとこれ今二落ちしてるからさちょっと救難出してみようと思いますいやーもうあのプシュプシュはやめてほしいわ。ほらまたもうやだ。何度こう守るか。そしてくれた。どこまで届くか分かんない。あ、クエスト失敗。いやマジこれいきなりじゃん。
ゃん、もう気づいたらじゃん。もうこれさ、マジさ、クエストにならないよね。こんだけプシュプシュされてると。ここで私3をつけめるわけにはいかないんだよ。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ